私は趙雲、あざなは紫龍という。この混迷の世にあって、我が槍を振るって使えるべき主君を求めて旅をしている。紀州の地で、私は黄金族討伐のため、炎章殿の軍に参じることとなった。いや、まずはこの地の乱れを正し、民の涙を止めることを考えねば。そなたが趙雲か。私が冥族炎家の長、炎本書である。今回我々は邪教の主趙鶴と奴に従う者どもを討つ。は策などいらん。我が軍の意向をもって正面から乱を鎮めるのだ。そなたも我が軍の将として恥ずかしくない戦をしてくるがいい。祭壇を攻めよ。邪教の輩に好き放題させるでないぞ。趙紫龍、及ばずながらご助力に参った。ポンポンハポンピアポンポンポン。天に逆らいし愚か者よ。ポン裁きを受けよ。ポンポンハピアポンハポンポンハポンポンピアハハポンポンティアッ。防御拠点とはな、守りは強固、抜かるなよ。さあ全力で来るがいい。なるまい。敵将討ち取ったり。勝負。ポンポンポン。今こそ天罰を下しやろう。さかまけ天地の怒りよ。蒼天を踏みにじり、はびこる獣を打ち倒すのだ。術の根源を断ち、竜巻を止めよう。ポンポン。この防衛の要衝を突破できると思うな。ポン。ポンポンポン。ポンポン。重宝よ。祭壇に向かい、さらなる力を。お給拠点か。攻め取り敵の勢いをくじけ。冴えているな。
我らの命綱が渡させんぞ。超支流敵拠点を制圧いたした。怪しげな術は我が精鋭が封じた。全軍一気に進むのだ。するとは天罰が下るぞ。気を許すな。攻め抜け。
の術など効かん。皆の活躍により黄金族の首領聴覚を撃つことができた。長を失った族軍は滅びるのみ。我が軍の強さは天下に知れ渡ったな。今後はさらなる軍備増強に努め、諸侯の長にふさわしい国力を得る。名族遠家の名広く天下に広めるのだ。Yeah.